レッツ SDGs。 こんにちは。私たちを悩ませてきた新型コロナ、5月8日から感染症法の5類にインフルエンザなどと同じ扱いになりましたね。はい、これまでの3年間本当に長かったですし、皆さん一人一人思うことがたくさんあると思います。これからはアクリルの壁、パーテーションを取り外してお送りします。感染症対策を続けながら前向きに過ごしましょう。まず SDGs に関するトピックスからお伝えします。銭湯の多い荒川区東日暮里、4月16日、帝国湯が1年ぶりに営業を再開しました。帝国湯は1916年、大正5年創業。その名の通り、日本が大日本帝国であった頃から続くレトロな下町銭湯として愛されています。2022年4月から休業していましたが、スタッフの体制を整え再開を求める声に応えました。この日は地域の常連さんだけでなく、ツイッターなどで再会を知った銭湯ファンも訪れにぎわいました。地下水を薪で沸かした厚めのお湯がお客さんを喜ばせていました。めちゃめちゃ暑くて良かったです。なかなか他にはない感じで、ね、1年ぶりの帝国湯さんです。お湯がいいからね。そう、お湯がね、まあ、地域の皆さんとこう密着じゃないですけどね、まあ、近所付き合いもありますし、そういうところで、まあ、触れ合いじゃないけど、そういうところにしたいですね。はい、のれんが戻った帝国湯、地域の皆さんの大切な居場所として再び歴史を刻み始めました。このトピックスについては来月のあなたの知りたい検索しますで深掘りしてお伝えします。どうぞお楽しみに。さて、アラブンチエリアの SDGs、今回は文京区にある講談社さんを訪ねてきました。講談社さんにやってまいりました。戦火を逃れた歴史ある建物の隣には26階建てのビルがあります。今日はこちらにお邪魔いたします。講談社は明治42年創業、雑誌、文芸書、コミック、さまざまな書籍を発行しています。まず訪ねたのは女性誌フラウの編集室です。フラウは女性向けのライフスタイルマガジンとして1991年に創刊されました。2018年には女性誌として初めて一冊丸ごと SDGs を取り上げたフラウ SDGs を発刊しました。編集長の関達彦さんは30年以上女性誌の編集一筋、ファッションやビューティーにとどまらず社会や地球のためになりたいと10人のスタッフとともにフラウを作っています。私がフラウの編集長にまたなった時に、ちょうど SDGs という言葉を聞きまして、当時はまだその日本の認知率が 14.8% だったんですね。フラウが一冊特集を組むことで、関心を集められるんじゃないかなと思って、2018年の12月の号で初めて特集をしました。関さんはこの日女性起業家などが集まるカフカサロンで講師を務めました。この店のシェフ宮下大輔さんと同窓生という縁で実現しました。女性の新しい生き方を提案するフラウとして SDGs を取り上げるのは冒険と挑戦でしたが、4年が経ちかなり SDGs への関心が高まってきたこと、これからもメディアの力で SDGs のアクションにつなげたいと語りました。中に届く、人に届くっていうのはすごく僕は楽しい作業だし、これからも続けていきたいと思ってます。いろんな雑誌さんがやる前に先にやってたので、そういう時代を読む力なのかなと思いました。やっぱり手に取ってみるっていうのが、ね、参考になると思いますし、すごいなと思いますね、率直に。女性が、まあ、読みやすい雑誌で SDGs っていうちょっと固めのタイトルのものをこう入れることで親しみやすくって、なんかみんなで楽しいことをやるんだっていうようなきっかけになるような、あの感じがしました。そして今フラウが注目しているのは気候危機の問題です。
国連では去年から 1.5 度の約束というキャンペーンで SDGs のゴール13、気候変動に具体的な対策をの達成を目指しています。世界の平均気温の上昇を産業革命以前より 1.5 度に抑え、異常気象に歯止めをかけようとしています。 14.8% が今やもう 86% ぐらいで、皆さんが知ってるようにはなったんですけれども、じゃあ皆さんがそのためにアクションできてるかっていうとどうかなっていうところなんで、よりフラウトすれば、自分たちもそうですけれども、できることをアクションしていく、そういう段階に来てるんじゃないかなと思います。6月28日発売の8月号のテーマはサスティナブルピース。広島での取材を通して平和の尊さについて考えます。そうですね、みんなが乗り越えるというか取り組むべき、ポジティブな宿題みたいなことですかね。それは世界のために、地球のためにやらなきゃいけない宿題みたいなふうに捉えてます。フラウに限らず講談社の媒体がそういう形でお力になれたらなと思います。これからもフラウの SDGs に注目ください。レッツ SDGs。 次に訪問したのは広報室。出迎えてくれたのは読書推進グループの藤さんともったいないばあさんでした。2004年出版のもったいないばあさんは、物を大切にする心を育てる絵本。英語や中国語にも翻訳され、もったいないが世界に広がるきっかけになりました。全国訪問お話し隊も講談社の SDGs の一つ。1999年、創業90周年を機にスタートしたキャラバンカーが、絵本を積んで全国各地で本の読み聞かせをしています。これまで2万3000箇所以上を訪問。全国の子どもたちからお便りが届きます。質の高い教育をみんなにというのが、まさにこのお話し隊の趣旨になります。みんなの成長のために糧になることだと思っておりますので、私たちはその4番を大切にしていきたいと思っております。4月23日は子ども読書の日。千代田区の日比谷図書文化館にお話し隊がやってきました。コロコロコロリンコ、あっぱれパンダ山。パンダ友達体操終わり。私もアラブンチョ君と一緒に読み聞かせに聞き入りました。カエルは池だと思って飛び込みました。動物たちは大きなバナナがあると思いました。よく本読んでる。パパが？それとも自分で？自分で図書館パパと一緒に行って。あら、ちょっとこういうイベントの力も借りながら、なんとか本好きにしていきたいなと思ってます。4年ぶりに行動制限のない今年のゴールデンウィーク、上野では親子ブックフェスタが開かれました。この春10年ぶりにリニューアルしたキャラバンカーが登場。これから全国の子どもたちに会いに行きます。色もですね、軽くなったということで、周りからも目立っていい感じで走れるというワクワク感がいっぱいありました。キャラバンカーには550冊の絵本が載っています。子どもたちは好きな本を選んで、早速その場で絵本を広げます。隊長さんによる読み聞かせが始まりました。ゴリラ、フラダンスの体操、でんでんどこどこどんどこどん。やっぱり子どもたちの想像力とかいろんなことを考える力ですね、それがやっぱり本が一番いいかなと思いまして、ぜひ参加したいと思いました。純粋に笑ってる顔を見るとこちらもワクワクして楽しくなるので、なんか自分も童心に帰った気持ちになって一緒に楽しめるところですね。またこうやって絵本と出会っていただける機会に参加することができてすごく幸せだし、いっぱいいろんな本と出会ってほしいなと思ってます。
人気の絵本作家の夢のコラボもありました。はち、きゅうり、最後だ、おまんじゅう、はい、終わり、どうもありがとうございました。バナナのこの子、一番後ろ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 、あ、推しリーダー。本を一人で読むのではなくて、あるいはお母さん、お父さんとお家で読むのともまた違って、隣に知らない子、あるいは親子を書いたりとか、あるいはこの天気の中で本を読むっていう、また別の体験がすごく子どもの体験として、経験として残ってくれるんじゃないかなと期待しています。講談社はレッツ SDGs。 雑誌で絵本で、出版というメディアの力をフルに発揮していましたね。はい、私はフラウももったいないばあさんも大好きですので、本当に楽しく手応えのある取材になりました。はい、講談社さんは国内のメディアではいち早く国連の SDG メディアコンパクトに加盟しています。これはメディアと連携して SDGs を達成しようと国連が2018年に立ち上げたもので、日本でもテレビ局、ラジオ局、新聞社、出版社、ケーブルテレビ局など200社以上が加盟しています。このほど TCN も SDG メディアコンパクトに加盟しました。詳しくはコマーシャルの後に。誰かのためにきれいになるの疲れましたので、ファッションもグルメもアトラクションもサウナも温泉も欲張る人は可愛いぞ、復活ラクーア20歳リニューアル東京ドームシティ。三井不動産グループ。さて、ここからは TCN の SDGs 推進プロジェクトチームの福島萌子さんに加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では TCN が SDG メディアコンパクトに加盟することになった経緯は何ですか？はい、 SDG メディアコンパクトに加盟できる企業はメディアに限定されています。 TCN もその一員として、アラブンチョ地域の SDGs 活動を発信したり、地域や社会に SDGs をより浸透させたいとの思いから動き出しました。私が担当した国連へのプレゼンテーションでは、昨年6月に発足した SDGs 推進プロジェクトの活動報告や、今後 TCN が目指していくゴールなどを発表しました。2月25日に加盟が認められました。これからは国連と協議しながら、さまざまなトピックに参加し、メディアの力で SDGs を推進していくことになります。TCN のホームページにも SDG メディアコンパクトの紹介や、TCN が現在取り組んでいる SDGs のゴール7つ、そしてこの番組の動画も掲載しています。福島さんの SDGs への思い、そして今後の意気込みは何ですか？はい、私自身子を持つ母として、子どもがこの先生きていく未来がより良いものであるよう、今できることは何かを考えたところ、 SDGs にたどり着きました。これから社を挙げて SDGs に取り組んでいく実感が湧き、とても嬉しく思っています。 TCN は今後もアラブンチョ地域の SDGs 活動を盛り上げ、社員にも地域にも環境にも優しい、そんな会社を目指していきます。福島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。田畑さん、この番組もますます気合が入りますね。そうですね。さて、次回はコンタクトレンズの ICT エコプロジェクトについてお伝えします。どうぞお楽しみに。それでは最後に福島さんも一緒に、レッツ SDGs。 さようなら。